1950から60年代のシェイクスピアの成果。現在正面の道路は歩行者専用で、向こう側の家は取り壊されている。シェイクスピアバースプレイストラストは、イングランド、ウォリックシャーのストラトフォードアポン・エイボンを拠点とした公認の民営教育チャリティ団体である。1847年に、ウィリアム・シェイクスピアの出生地を保護のため、 国定記念館として買収したことを受けて組織された。イギリスで最も古い保護団体と言われている。財政援助や公的助成金を受けておらず、一般の人々からの援助や寄付金、観光客からの収入に頼っている。シェイクスピアバースプレイストラストは、世界で最も大きなシェイクスピアチャリティ団体であると考えられており、シェイクスピアに関する演劇や、その他の業績の研究、 正しい認知を世界的に促進させ、シェイクスピアの知識を一般的に高めようとしている。トラストは、シェイクスピアの成果の辞書や、博物館、図書、原稿、歴史的関心が寄せられている、記録類、絵画や写真、シェイクスピアの人生や時代に特に関係する、骨董品からなる図書館を保存、管理している。そして、トラストは、 国際シェイクスピア協会の本拠にもなっている。バードが死んでから200年以上もの間、シェイクスピアの成果は少し前にカフになった妹のジョーン・ハートの子孫によって使用されていた。シェイクスピアの遺言の下すべての所有権は、シェイクスピアの上の娘のスザンナが所有することとなった。1649年にスザンナが亡くなり、その所有権は、 スザンナの唯一の子供であるエリザベスに渡った。1670年にエリザベスが亡くなると所有権はトーマス・ハートに依存された。トーマス・ハートとはシェイクスピアの妹・ジョーンの子孫であり、ハートの家族は1646年に彼女が亡くなった後はコテージを借りて生活をしていた。ハート家は1806年までべての土地の所有権を有していたが、その年に 肉屋のトーマスコートに売った。1846年にコートの家父が死亡した時にその土地は再び売りに出され、アメリカの工業士である PT バーナムはその家を買い取り、アメリカに一つ一つ船で運ぶと申し出た。国のためにこの土地を買うことで、生果保存委員会が組織され、チャールズ・ディケンズのような優れた業績を挙げた人たちの援助により、委員会は3000ポンドを集め、 翌年にその家を買い取った。成果保存委員会は議会制定法によって法人組織化され、シェイクスピアバースプレイストラストとなった。シェイクスピアの家への観光客用の入り口は隣接したシェイクスピアセンターから入ることができる。シェイクスピアバースプレイストラストの本拠はシェイクスピアセンターであり、バースプレイスの隣にはガラスやコンクリートの建物がある。 世界中の学者を引きつけるライブラリーや資料、コレクションを正しく保管することを目的として1964年に開館したシェイクスピアセンターの立役者には1945年から1989年までトラストのディレクターであり OBE であるレビホックス博士がいた。現在トラストはハーバードハウスのようなストラトフォードアポン。 エイボンの街やその周辺にあるシェイクスピアに関連する数多くの家を所有し管理している。書庫と記録室は現在合併され、シェイクスピアセンターライブラリーアーカイブになっており、シェイクスピアコレクションとローカルコレクションが所蔵されている。ミュージアムデパートメントはトラストが所有しているすべての歴史博物館のアイテムを管理し展示する責任があり、それは主に シェイクスピアの生涯やその時代に関するもので幅広い資料を含んでいる。その他のコレクションはストラトフォードアポン・エーボンの社会的、経済的生活を代表するアイテムやローマ時代から今日までの特殊なピューターのコレクションなどがある。トラストコレクションや管理部門はストラトフォードアポン・エーボンにあるシェイクスピアセンターに事務所を置いている。トラストは 様々なコレクションを広範囲にわたり所有している。トラストは一般の人や小学生から大学生まで全ての教育水準の学生のために様々なイベントを開催しており、シェイクスピアに関する講話、講演、講習も行っている。その教育部門を通して、トラストは一年中、シェイクスピアの作品についての国際的なプログラムを行っている。SBET は ストラトフォードアポン、英ンポエトリーフェスティバルを開催しており、それはイギリスで最も古い。SBT は2012年のイベントカレンダーに、新しいシェイクスピア映画祭を導入した。イギリスでその種類の最初のフェスティバルである。SBT は、メアリー・アーデンの農場で、賞も受賞したコッツウォルズ種の羊や、ロングホーン種の牛などの家畜を飼育している。ありがとうございます。